セコマ、札幌味噌ラーメン、揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は黄色く、縦型カップとしてはかなり太い方で、がっしりした食べ応えがあります。これはヌードルではなくラーメンの麺です。やや気泡感があり、輪郭はソフトです。スープは味噌濃度が高く、リアリティがあり、液体のべってんスープがつく製品にひげを取りません。結構ニンニクの匂いがします。ホワジャオとはじめとする香辛料も複雑で、最後まで飽きずに食べられます。具のもやしは柔らかめですが、結構存在感があります。ひき肉状の肉は粉っぽく、あまりありがたみがありません。100円以下でなるべくきちんとした味噌ラーメンを食べたいという時にいいでしょう。